東京都中野区は住宅の空き部屋に旅行客らを有料で止める、民泊について、法律に上乗せし区独自で規制する方針を固めた。区議会や地元住民に提示した条例の素案によると、住宅地で月曜正午から金曜正午の営業を禁止するが、鉄道の駅の近くは規制対象から除外する。2018年2月に条例案を区議会に提出する予定。議決を経て、 同年6月までの施行を目指す。区面積の7割強を占める住居専用地域で民泊の営業を主に週末や祝い。